ノリでやってくださいツッコミどころたくさんありますけど、はいはい、そのノリで出しますそれではマジでございますね、10円と500円玉がありますけどもどっちが好きですか500円ですよどっちが好きですか500円ですよね、はい、私も500円の方が好きですよみんな一緒ですよね、うん、仲間ですよね、うん、ではですねこの500円をですねちょっと軽く手のひらの中でぐーっと軽く混ぜてますね。そうするとですねやっぱり10円は嫌いですから10円はどっか行って結局500円玉になってしまうんですね。ありがとうございます。はい、あ、お堂が叩き拍手もらうと思いますありがとうございます。本物や四川から来てる絶対ありがとうございます。大好き絶対いいよそうそう四川から来てます絶対いいよ四川語いざ話せますみたいなの四川から来てますね。なんか行きますよあのそれなりに上手ですからね私結構長くやってますなるほど、うんうん、そこは確かでもない、はい、こういうとこは日本語っぽいよねですよね。日本語っぽいですよね。なんかする前ですよ。こういうから大丈夫ですよ。怒ったりしてないですか。OK。じゃあそのまま続けさせますね。はい。じゃあこの輪ゴムいきます。もうやらしいですか。この状態で真ん中からは通常抜けないですね。OK ですか。しかしマジックここゆっくり混ぜてやることによって真ん中から抜けてる。すごい。リアクションいいですね。大好きです。もう一回やりますよ。これあのよくできました。できましたぐらいなんで。よくできました。よくできましたのリアクション。もう一回いきましょうね。間を通りますね。で、親指は膝ごとね。で、人差し指も引く。真ん中が抜けるわけ。マジックしっかり撫でてやることによってこれ抜けるわけ。よくできましたいいリアクション。中国でもそれは大好きそのまま飛ばないように下駄に入れてください。そしてこういうふうに確認してもらってください。でちょっとだけ前にしてください。見えますか。じゃあこれでもう一度やりますんで、いいですか。片方の、輪ゴムは持ってもらってます。でこの一方だけで通るかどうかやってみましょう。もうちょっと引っ張ってもらっていいですか。ここ巻いてあげてください。ゆっくりやりましょう。上は抜けないです、ね、下もしっかり持ってますね。この真ん中でございます。いいですか。中国では中国4000の歴史の中で気功というのが気功知ってますか。気功、はいはい、ね、気功を使うとこのゴムとゴムの分子を外すことができる。その瞬間のタイミングを狙って一緒に出てくる気功でございます。押して引いてふぅぃすげぇ。中国4000年の歴史でございますんでね。すごいでしょ。全然日本のキャラでいけます。誰かまとなこと言うねその通りだと思うけどもこのキャラでね。いやで、あ、なんか本当だったらこれで終わりだけどちょっと調子いいんだ。もう一個やってもらえばいい。よかったよかった。もう一個ね調子乗ってやるね。ね、これあのね中国人だけど、まあ、あのアメリカ製のトランプね使うね。いいですか。はい、ねよくちょっと見てね。ちょっとあのお母さんの音のテクニックね。ね、ちょっとやるね。おお、いいねいいね。リアクションすごい上手。リアクションね。うん、先週先週ね、思い出したから先週ね。サンキューで先週先週もう一回やっていい。やっぱりよいしょ。先生来てくれた。今度はお兄さんのお手伝いでパラパラパラで弾いてる。素敵なとこでスートップ言ってもらうんですか。お願いします。いや、いいね。大阪の前にね一言入れてね。もう一回ゆっくりやるね。はい、いいですか。はい、このカード引いてもらってくれ、ね、じゃあそのカードもうねあの見なくてもいいです。クローバーの8ですからね。
はい、どうぞめくってくださいね。おお、ね、すごい、すごいでしょ、すごいでしょ、うん、まあね、いけるですか、 OK、 やだ、ね、じゃあ俺らもやってみるか、まだ言うか、まあ、すごいか、すごいか、すごいか、いいですか、じゃあこのカード見てね、これはクローバーの子なんね、クローバーの子ね、 OK ね、ありがとうね、すごい、 OK、 あ、じゃあね、いいですか、もっとすごいことね、じゃあ今度はお兄さん混ぜてもらっていいですか、ね、はい、じゃあ、落ち着いてあげね、あ、いいよ、うん、いいですか、いい、あの、見とくな、あの、バラバラの数だって見たりね、大丈夫だ、はい、じゃあすいません、どうぞね、パラパラパラと次のところでストップ見てもらっていいですか、はい、じゃあいいですか、今ならこのカード変えることできますけども、いや、大丈夫ですか、はい、このカード、はい、しっかり二人で見てください、オッケー、次のとこ入れて、はい、これで混ぜて、ここまで怪しいとこありますか、特にないですか、はい、で、こんだけ混ぜて、まあ通常だったらわからないですけども、プロ25年やってますから、だいたい見てると何のカードかがわかりますね、うん、あの、これではないですね、これは違うですね、絶対違うですね、わかりません、うん、これも違うね、違うね、大丈夫ね、大丈夫ですね、さあね、そんなこんな感じでやってないですね、なんてなくね、よし、ちょっと混ぜようか、軽く混ぜておきますね、あら、うん、もう一度ね、はい、よし、じゃあすいませんね、じゃあもうちょっとお願いがありますけども、上からね、大体でいいですから、4分の1持ち上げてください、4持ち上げてください、でそのままひっくり返す、はい、そのまま上に乗せてもらっていいですか、ひっくり返す、食べいいです、今度はお嬢さんです、次、今度は2分の1持ち上げて、2分の1持ち上げて、はい、ひっくり返して上に乗せてください、大体でいい、はい、で、でもお兄さん、今度4分の3持ち上げて、4分の3、で、ひっくり返して上に乗せて、ほんで、お姉さん最後、全部ひっくり返して、で、お二人に今混ぜてもらいましたね、間違いないね、で、これでどれぐらい混ざってるかというと、ちょっと真ん中あたりでね、粉を乗せて、はい、じゃあ、最後の時、じゃあ、お願いします、よかったですね、5と10、5と10の間で好きな成長してください、どうぞ、8、今7回ありますいいですか、今8聞いたからね、いいですか、8枚だけどね、うん、8枚、間違いないね、 OK ですか、もう一回数えておく、1、2、3、4、5、6、7、8、この8枚ね、2人が引いた角だったらどうか、すごくないですか、 OK、 もうここから触りません、先に聞いておきます、ここめくる前に今後の数字何でしたか、もしここにスペードにあったらすごいですよね、ね、数字は自分で選びましたから、それでは3人1で巡りますね、これね、中国語で3が数、ということで、これ1枚ずれたらもう外れですからね、おー素晴らしいでございます、ね、これマジックなやつ、中国4000年の歴史のマジック、短い時間の間でしたけども、楽しんでいただきましたでしょうか、今日はね、こちらお店のサービスやってますので、ありがとうございました、私の名前はですね、四川出身のですね、四川好きでございます、自然好き、そこからつけたらバレてるな、なるほどね、じゃあまあそこはね、胸の内にしまっててね、
ということでございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。すごいわ。先生。